はいどうも高野くもです、えー、今回はですね快楽ジャズ通信の第1回目のビオエヴァンス特集をアップしたいと思っております。えー、これはです、ね、2008年の10月4日と5日に放送されたものですね。10月4日は PCM 放送で10月5日は日曜日なんですけれども、えー、とコミュニティ FM で放送されたものです。でただししし音源はカッットしてアップしますというのは著作権に触れてしまうんですね。演奏の方は とはいえあの番組で取り上げて流した音源はすべ、まあ、て入手可能だと思いますしあの有名なのしか流してませんしねあと YouTube で検索すれば多分全部聞けるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、鑑賞の手引きとしてお聞きになっていただければと思っておりますとはいえねそんな鑑賞の手引きになるような解説してないんですけどねめちゃくちゃ緊張しまくっててですね やっぱり初ですからねもう今編集してて思ったんですけれども恥ずかしいぐらい緊張してますねもういや本当に嫌になっちゃうぐらい穴があったら入りたいぐらいな感じなんですけどちょっと恥を忍んでって感じですかねまあねこの番組持つ前はですねあのジャズ喫茶メグのマスターである寺島靖国さんの PCM ジャズ喫茶っていう番組に何度か、ね、ゲスト出演させていただいてまあその時はですね 結構遠慮なく、忌憚なくこうリラックスしていろいろベラベラ喋れたんですけれどもやっぱり自分1人だけでこう時間の枠持つとすげえ緊張するなっていうのが本当分かりましたね、まあ、今思えば私があの寺島さんの番組に出演させていただいたのもきっとあれなんでしょうねあの今振り返ってみれば。 様子見っていうのもあったのと、あと離れって言った意味もあったんでしょうね。そういう意図で何度か出演させていただいたと思うんですけども、まあ、感謝してます。寺島さんのね、番組に出させていただいたことと、快くですね、ゲストとして迎え入れていただいた寺島さんの懐の広さには本当感謝するしかないんですけれども、まあ、それでこの手たらくですからね、なんてね。<laughs> まあいいや、あの、 どこまで楽しめるかどうか分かりませんけれども、まあ、あの参考になれば幸いですということでアップさせていただきますお楽しみくださいでえー、っとミュビドル・エヴァンスも活動歴がなくてさまざまなアルバムを残してはいるのですがまず今回はえー、まず第1曲目はですね一番 あの有名なワルツフォーデビーという代表的なアルバムがあるんですがその中の1曲目マイフリッシュハートからお届けしたいと思いますはい、ワルツフォーデビーというアルバムからマイフリッシュハートをお送りしましたこの演奏の聞きどころは2つあるんですね2つとかまか、あ、個人的に好きなポイントなんですが1つはビル・エバンスのピアノが始まった後に さーって入ってくるポール・モーちゃんっていうドラマーのシンバルの音ですね。ブラシであのさーってその瞬間がすごく綺麗で美しいです。あと、この演奏の後半にですね、現れるビル・エヴァンスのフレーズですごく印象的なフレーズがあって、それがあるからこの曲をしょっちゅう僕は聴いてるってとこがありまして、ちょっとキーボードがあるので弾いてみましょうか。 ここの部分がねすごくいいんですね。他はふわーっとした取り留めもない感じなんですが、ここの部分だけすごくエヴァンスは確信を持って鍵盤を押さえているような感じがします。で、この2つだけでもですね、もしこの演奏機に行ってアルバムをもし購入されて聴く際はですね、この2つにあのポイントを絞って聞いてみていただくだけでも鑑賞する価値があると思います。 でですね、このマイ・フリッシュ・ハートの入っているビル・イバンスのこのワルツ・オー・デビットアルバムは、俗にリバーサイド4部作と呼ばれていまして、えー、ドラムが先ほど申し上げたポール・モーチャンで、ベースがスコット・ラファロー、この3人のトリオで演奏されたアルバムは、実は4枚しか残っていません。他にはポートレート・イン・ジャズというアルバム、あとはサンデー・アット・ザ・ビレッジ・バンガード、それとエクスプロレーションズってアルバムがあるんですが、 多くのビル・エヴァンスのファンがですね、この4枚で止まっちゃってるんですよね。あまりにも名演って言われていて、ここの4枚だけ聴いてもう俺はビル・エヴァンス聴いたぜって感じになっちゃってるんですが、ビル・エヴァンス、これ録音したのは1961年なんですね。で、ビル・エヴァンスの中の1980年なんで、その後20年ぐらいもうピアニストとしてのキャリア積んでるわけですよ。で、当然ピアニストとしてもどんどん成熟していってるわけで、 ここだけ聴いてエヴァンスを聴いて満足した気分になっちゃうのは非常にもったいないとですので次におかけするのは晩年の亡くなる2年前に録音された「えー、You must believe in spring」っていう曲から同じタイトル曲をおかけしたいと思います。はいえー、you must believe in spring をお届けしましたで次はですねあのかのマイルス・デイビスとの共演をおかけしたいと思います。 インドブ,ブルーというですねもうジャズの大名盤があるんですけれどもその中からブルーイングリーンという曲をおかけしたいと思いますでビル・エヴァンスはまあ長いキャリアの間いろいろなジャズマンと共演はしてきているんですけどやはりですねマイルス・デイビスとの共演は非常にビル・エヴァンスにとってもマイルス・デイビスにとっても得るものが多かった7ヶ月だったと思います7ヶ月しかそういえば一緒にいないんですよね だけどその間ですす。ね、2人は非常に触発し合っっってて音楽性が高ままいいたと思いますでもう当時のマイルスっていうのはですね黄金のマイルス・デイビス・クインテットっていうのを率いててもうジャズの中ではもう本当に飛ぶ鳥を落とす勢いのもうすでに大御所でした。でそのマイルスがじゃあ次に進もうとして次の新しいサウンドを目指した時にちょうど出会ったのがビドエバンスでした。 でビド・エヴァンスが持っていたクラシックを下敷きにした繊細なハーモニー感覚が非常にマイルス・デイビスの今後の,あの方向バンドの方向の、えー、あれ道連れになりましたね。でこの曲はですね本当はビド・エヴァンス作曲なんですけれどもクレジットはマイルス・デイビスになっていてビド・エヴァンスアルバムが発売された時に非常にがっくりきたっていうようなエピソードがあるんですがただ えー、ビド・エヴァンスにですね、こう、謎かけみたいなのを出したのはマイルスなんですで。マイルスっていうのはですね、こう、メンバーに対しての具体的な指示をしない代わりに、全問答のような謎かけをするのが非常に好きだった人で、例えばマッチ箱の裏だったりとか、レストランのナプキンとかに、簡単な譜面とか、簡単なコードを2、3書いて、お前だったらこれどう弾くっていうような謎かけをよく出していたんですね。 で、このブルーイングリーンが生まれた背景もですね、ある日の晩、マイルス・デイビスのアパートにビル・エヴァンスが遊びに行った時に、マッチ箱の裏に、たった2つのコードをマイルスが書いたそうです。お前はこの謎をどう解くか。そう言われて、ビル・エヴァンスはその時は全くわかんなかったそうです。しかし、家に帰ってピアノの前に向かったら一気にできてしまった曲というのが、このブルーイングリーンという美しい曲で、 まあ作ったのはビド・エヴァンスなんですけれどもそれが完成するきっかけを与えたのは明らかにマイルス・デイビスででマイルス・デイビスのですねこのミュートをつけた高音のきれいなラッパとあの繊細なビド・エヴァンスの和音が非常にマッチした美しい演奏ですのでブルーイングリーンをお聴きくださいはいマイルス・デイビスの「カインド・ブ・ブルー」から「ブルーイングリーン」をお届けいたしました、はい で次におかけするのはですねマイ・ファニー・バレンタインジム・ホールとビル・エヴァンスのデュオでお,お届けしたいと思うんですけれどもビル・エヴァンスというとですねどうしてもピアノトリオの人ってイメージが強いんですね、まあ、実際ピアノトリオベースとドラムを従えた3人でやってる録音は非常に多いんですけれどもしかし実はですねエヴァンスが生きている間に発売された発表されたアルバム約40枚ぐらいなんですけれども ピアノトリオのアルバムってその半分ぐらいの枚数なんですね。じゃあ、あと残りはですね、こうトランペットを入れたりとか、ハーモニカとやったりとか、いろんな楽器と共演することにチャレンジしてるんですね。で、中にはエレクトリックピアノを弾いたり、あるいは自分で多重録音したりとか実験作もあったりして、意外とあのチャレンジ精神はあったピアニストだと思ってます。ですので、えー、今回はピアノと、えー、ジムホールのギターのデュオで、 えー「マイ・ファニー・バレンタイン」っていうのをお届けしたいんですが「マイ・ファニー・バレンタイン」っていうとおそらくあのフランク・シナトラの名称で有名だったりして,して割とスローテンポのバラードこういうメロディーを演奏される方多いと思うんですがこの演奏はもう全然ですすごいハイテンポですこんなスピードであの展開されてきますので。 シナトラとかのイメージで聞くとあれよあれよという間に置いてかれてちゃうので、えー、割とこれはもう高密度なインタープレイ、まあ、インタープレイっていうのはですねお互いの出した音を聞きながら自分もどんどん反応して演奏を高めていくプレイのことを言うんですけれどもすごくジム・ホールとビド・エヴァンスお互い触発し合って非常にスリリングに緊迫感ある演奏に仕上げてますので、えー、その辺もお聞き取っていただければと思いますじゃあマイイファニーバレンタインタお届けします。 u n d e r c a r e n というアルバムからマイ・ファニー・バレンタインジム・ホールのギターとビル・エバンスのピアノのデュオをお届けしましたまたですねビル・エバンスは実はいろんな楽器とやってましたシリーズ第2弾ということで次はハーモニカとのデュオをお届けしたいと思います。トゥーツ・シールマンスというハーモニカ奏者とビル・エバンスのまた同じデュオなんですけれども今回はビル・エヴァンスはエレクトリックピアノを弾いてます。 でハーモニカの音色とですねエレクトリックピアノの柔らかい音色が非常に溶け合って美しい演奏ですので、えー、その辺もお楽しみくださいはいえー、アフィニティというアルバムから「The Other Side of Midnight」をお送りしました次もビル・エヴァンスはいろんな楽器とやってました第3弾で次はフルートとの共演をお届けしたいと思いますジェレミー・スタイグというフルート奏者 とやってる曲なんですが「What's New」というアルバムに収められている「スパルタカス愛のテーマ」っていうのをかけたいと思います。でなぜこれを選んだかというとですねこれはもう全く私の推測なんですけれども他のジャズマンでこの曲をやった人は私の知ってる限りはほとんどいないんですね一人もいないと言ってもいいんですね多分これはですねスコット・ラファロとの思い出の曲だと思うんですよ。 えー「スパルタカス」って映画が昔あったんですけれどもこれはあのマイケル・ダグラスっていう俳優のお父さんのカーク・ダグラスっていう人が主演であの監督をですねかのスタンリー・キューブリックがまだ31歳っていう若さの時にカーク・ダグラスが雇って撮った映画なんですけれどもこれをベーシストのスコット・ラファルと一緒にビルマンスは見に行ったみたいなんですね。 でスコット・ラファローとビレバンスっていうのは音楽だけの付き合いじゃなくてプライベートででもよく映画一緒に見に見行っったたたりとかしして仲良しだったみたいなんですそれでスコット・ラファローはあの亡くなってしまうんですけれども亡くなった後は呆然実質自失となってしまってラファローの着ていたジャケットを羽織ってニューヨークの街をとぼとぼ歩いたっていうような逸話も残っていますし。 で、ラファロが亡くなって、で、次のベーシストが見つかって、活動を再開するまで、約1年ぐらい彼は、あの、落ち込んじゃっているっていうのがあるんですね。それほど、ラファロの死は、ビディエヴァンスにとって、あの、大きな痛手を与えているんですけれども、多分、これはもう、ラファロが亡くなってから7年か8年後ぐらいの演奏なんですけれども、まあ、一つ、踏ん切りつけたいって思いも、もしかしたらあったのかもしれないです。それで、あの、 他のジャズマンは全然取り上げたこともなかった、あの、スパルタカスって映画からメインテーマを選んで、それでジェレミス・タイグのフルートに吹かせたっていうような感じなんじゃないかなと思ってますけど、まあ曲自体も非常にいい曲ですので、えー、っと、まあ、ビル・エヴァンスの伴奏とジェレミス・タイグのフルート、聴いてください。はい、スパルタカス愛のテーマをお送りしました。非常に美しい曲なんで、 ともすればフルートの方の旋律の方ばかりに耳が行きがちなんですがよく聞くとビル・エヴァンスの伴奏非常にですねデリケートな伴奏ある時はこうフロントに絡んできたりとか非常にいい伴奏をしてたのでその辺もお聞き取れましたでしょうかと <laughs> もし聞き取れなかったら是非購入された方はその辺も耳にしてみてください。でそろそろ最後の曲に行きたいと思います。 いろいろまあビド・エヴァンスの代表的な演奏をかけてきましたけれども最後は私が個人的に好きな曲をかけさせていただこうかなと個人的おすすめ曲をおかけしたいと思いますえまあなんだかんだ言って後期のアルバムかけたりいろんな共演者の演奏もかけてきたんですが実は私が好きなビド・エヴァンスっていうのは初期のエヴァンスの方が好きなんですねまだスコット・ラファローっていうベーシストと共演する前の時期のビド・エヴァンスまだ自分のスタイルが 確立されるちょっと前ぐらいの時期のエヴァンスが非常にですねなんというかちょっと硬い感じっていうかギクシャクした感じのノリっていうのが非常に逆に気持ちが良かったりするんですね。でドラムもですねあのフィリー・ジョー・ジョーンズという、まあ、マイルス・デイビスとも共演したことのあるドラマーでビド・エヴァンスが好きなドラマーの一人だったみたいです。よくビド・エヴァンスはベーシストスコット・ラファローのようなすごい素晴らしいベーシストとやったりしているので。 えー、ベースにうるさい人だと思われがちなんですが、まあ、実際そうだったと思うんですけれども実はビディ・エバンスはすごいドラム好きだったみたいで自分をもう後ろからプッシュしてくれる人もう触発してくれるようなもうバタバタ叩いてて自分に刺激をを与えてくれるタイプのドラマーを好んだみたいですで、えー、何かのインタビューで過去読んだことがあってうろ覚えなんですけれども一番好きなドラマーはフィディ・ジョー・ジョーンズだっていうような話を読んだような記憶がありますね。 でこのアルバムが録音された初期も共演していますが、えー、晩年もですねフィリー・ジョーと短期間ながらあのバンドを組んだりとかもしていますそのフィリー・ジョー・ジョーンズのシャキッとしたです、ね、躍動感のあるドラミングとビド・エヴァンスのちょっと硬いノリがあの非常にうまい具合にマッチした、えー「マイナリティという曲をお届けしたいと思います